こんちくわ。あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、上級国民ってどうやればなれるの？おいおい、突然何言い出すんだ？だって上級国民って平民と違って、特別な待遇が受けられるんでしょ？いやいやいや、そんなことはないぞ。というか、そもそも上級国民なんてものはない。え？でもネットで上級国民だと逮捕されないとか、忖度されるとか、いろいろと美味しいって噂なのよ。お前、ネットの情報を鵜呑みにするなよ。っていうかその話、かなり古くないか？確かそれって、東池袋自動車暴走死傷事故の加害者が、逮捕されなかったから言われ出したんだよな。確か加害者は元通産省の議官で、工業技術院院長も務めた人物だったことで、警察が忖度したって噂が出回ったんだよ。警察が忖度したの？羨ましい。じゃなかった、ひどい話ね。さすが上級国民ってとこ？いや違う違う、そうじゃない。加害者が高齢で逃亡や証拠隠滅の恐れがないこともあり、逮捕せず在宅で捜査を進めただけだ。本当なの？なんだかうさんくさいわね。いや、なぜネットの噂を信じる奴に、俺がうさんくさいって言われるんだ？おかしくないか？まあいいわ。私は上級国民になるんだから。そして、よくわからない数々の特権を手に入れるのよ。いや、だからそんなのはないって。それで、その池袋の暴走事故の犯人ってお年寄りだったの？それも上級国民の要件の一つ？そうだとしたら永遠の17歳の私は、なれないってことになっちゃうわね。上級国民はさておき、87歳と高齢だった。なるほどね。高齢者の起こした事故だったのね。この事件、なんであんなに騒がれてたの？それはこの加害者が、アクセルとブレーキの踏み間違いとされた事故原因を、否認したからなんだ。そして事故の原因は乗っていた車にある、と言い張ったからなんだぜ。でも結局その主張は認められなかったのよね。それにしても、関係のない外野が騒ぎすぎよ。いや、お前が言うなよ。この間も民事裁判の結果が出たら、遺族に殺害予告が来たんでしょ？どんだけアホな奴がいるのかしら。まあ、おかしな奴は一定数いるからな。高齢者である加害者が支払うと思っている人間がいたそうだ。保険会社が支払うのにな。それにしても踏み間違いを認められないなんて、どんなに偉くてもダサすぎるわね。っていうかそもそも87歳で運転って、相当ヤバくない？個人差はあるだろうけど。確かに高齢者の事故は増えているな。人口に占める割合が大きいこともあるが、認知機能、運動機能の低下が原因とも言える。他にも高齢者で事故を起こしておいて、踏み間違いじゃない、車の欠陥だ。と言い張っている人もいるしな。他にもいるの？ああ。しかも最高裁で有罪が確定したにもかかわらず、民事訴訟で自動車メーカーを訴えているんだ。すごいわね。どんな人なの？霊夢の言う上級国民かもしれないぞ。元東京地検特捜部の部長を務めていた男性だ。やっぱり上級国民様は考えることが違うわね。っていうか、よくそんな裁判をするお金があるわね。まあ元検察官だ。弁護士資格もある。いやあった。どういうことなの？まあ聞いてくれればわかる。早速この事件について解説していこうか。みんなも、それではゆっくりしていってね。まずこの事故は今から5年前、2018年2月18日の朝に起きた。当時79歳の石川達弘被告はゴルフ場に向かうため、知人を迎えに現場に到着した。ゴルフ？優雅なお金持ちの遊戯ね。お前の偏見もなかなかだな。ゴルフを愛するすべての人への冒涜だぞ。うん？どっかで聞いたセリフね。ビッグモーターの社長？前の？やめろ。ともかく石川被告は現場に到着した。そして知人を乗せようと車を止め、荷物の積み込みを手伝おうとしたんだ。するとその時、突如として車が走り出してしまう。そしてそのまま車は石川被告を乗せたまま、300メートルほど先の歩道にいた37歳の男性を跳ね、その命を奪ってしまった。そんな、37歳で亡くなるなんて、気の毒すぎるわ。まだまだ働き盛りでしょ。それにしても300メートルも先って、その車はそれだけ暴走したってことよね。途中で止めることはできなかったの？もしかして、車に何か問題でもあったんじゃ。今回の問題はまさにそこだ。霊夢の言う通り加害者となった石川被告は、自らのミスを否定した。そして車の欠陥による暴走だ。と主張したんだ。ってことは根拠があったのよね？欠陥があるって根拠が。うん？あれ？どうした霊夢？何か引っかかることでもあるのか？いやね。車の欠陥ってことは、故障とかじゃないのよね？ああ。石川被告は自分の車の欠陥を主張している。ってことは、まさかプリウスじゃ。いや、
プリウスじゃない。だがプリウスと同じメーカーの車だった。ってことは、天下のトヨタ様ね。天下のトヨタ様って、お前。だってそうでしょ。世界でトップの自動車メーカー、あのベンツ様をもう上回る大企業よ。地名にもなっているまさに、天下のトヨタ様よ。へへえ、ははあ。ひれ伏すなよ。しかも3期急行等とかいつの時代だ。霊夢は本当に権威とか権力に弱いな。違うわ。私はお金に弱いのよ。純利益で4兆円近いってどんだけなのよ。どっかの国家予算なの？お金に弱いのを胸を張って言うな。って、頭だけだったな。まあ確かに、トヨタはすごい規模の会社だからな。トヨタ氏も元はコロモ氏だったのに、トヨタ氏に変更になったそうだ。それぐらい影響力の大きな会社だ。愛知県に住むときはトヨタ車に乗っていると、多くのメリットがあるんでしょ？医療費がタダになるとか、トヨタイムズ街に投函されるとか、名古屋工賃街に住み着くとか、凄まじい特典が満載らしいわよ。そんなわけないだろ。てか、名古屋工賃が住み着くのはなんか嫌だな。そんなトヨタ様が欠陥品を売るわけないじゃない。プリウスだってすごいミサイルよ。北朝鮮製のミサイルより高性能なんだから。全プリウスユーザーに土下座しろ。プリウスはミサイルじゃない。高齢者が暴走させた事故で、販売台数、所有台数が多かったプリウスがよくテレビに映ったから、ネットで言われただけだ。それに池袋の暴走事故でも、車に欠陥はないと判断されているからな。そうよね。危うくトヨタ様の CM オファーが来なくなるところだったわ。いや来ないだろ。もしかしたら YouTube の広告が流れるかもだが。この頃は保険の広告が多いわね。楽天カードマン、サボってるんじゃない？いい加減にしろ。本題から離れすぎだ。そもそもこの石川被告が乗っていたのはプリウスじゃない。トヨタ製でも最高水準の車、レクサスの LS600H だ。それって高い？お前はお金の話しか食いつかないな。まあ高いぞ。レクサスの中ではトップクラスだ。新車価格で1000万円レベルだからな。ぐぬぬぬぬぬ。そんないい車。羨ましい。ちなみにこの車は 2.3 トン以上、プリウスは 1.4 トンだ。その車が暴走したんだから、被害者の男性はひとたまりもなかっただろう。そうよね。それにしても、どうして欠陥を主張できるのかしら。高齢者は頑固になるって言うけど、そういうこと？まあ少なくとも、道交法では有罪とされているからな。石川被告の操作ミス、つまりアクセルとブレーキの踏み間違いだ。ってことは、有罪が確定しているのにまだ欠陥を主張しているってこと？それってただ言ってるだけ？まあ、そういうことになるな。でもその、裁判で有罪ってことは、刑事事件ってことよね？しかも確定したってことは、ああ、石川被告は最高裁まで控訴していた。だが、2023年5月15日付で最高裁で控訴は棄却され、有罪が確定したんだ。これにより一審及び二審の判決の、禁錮3年、執行猶予5年が確定することになった。それじゃ、もうどうしようもないじゃない。裁判は車の欠陥じゃなくて石川被告の操作ミス、運転ミスってことで決着したのよね。そうなんだが、石川被告は納得していなかったんだろうな。裁判中も、天地神明に誓って踏んでいない。と主張し、私も被害者だ。と発言していたそうだぜ。いやいやいや、一番の被害者は亡くなった男性でしょ？それを自分も被害者って言っちゃったの？そんなことを言ったら、遺族の神経を逆なでするんじゃない？とても無責任に感じるわね。石川被告の主張通り、弁護側は車の不具合による無罪を主張したものの、暴走原因はアクセルペダルの踏み間違いとされて、前述の通り有罪となったんだ。まあそうよね。っていうか、池袋の暴走事故と全く同じ展開じゃないの？加害者側が運転ミスじゃない、車の不具合だって言い張るのって、被害を受けた方からしたらたまらないわね。そうだな。ただこの事件は池袋の事件より大きく報道されることはなかったようだ。なんでかしら？そうだな。考えられるのは石川被告が79歳と、池袋の暴走事故の飯塚被告より若かったこと。何歳ぐらい若いの？飯塚被告は87歳で事故を起こしている。8歳違うな。まあ、人の加齢による衰えって個人差があるし、年齢だけではわからないから、そのあたりは何とも言えないけど。また池袋の事件では、事故時の親子が跳ね飛ばされる防犯カメラの映像が、鮮明に報道されたことが大きな話題になった。さらに飯塚被告の健康状態を考え、警察が逮捕しなかったことで特別扱いされていると感じた人々が、怒りを覚えたのが要因だろうな。まあ、加害者に厳しい意見や気持ちが出るのはわかるしね。ただあまりにもひどい誹謗中傷も多く、さらには加害者だけでなく、被害者への誹謗中傷もあったんだ。
この飯塚事件では、被害者への誹謗中傷をした愛知県の22歳の男が、懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を受けている。こういう人って無関係なのに、どうしてそんなことするのかしら。どうかしてるわよね。ああ。この男は2022年3月に SNS 上で、遺族の活動は金目当て、などと投稿、さらには、新宿か秋葉原でどうなるか覚えておけ、などと投稿していた。交通事故で悲しい思いをした遺族に対して、わざわざそんな言葉を投げつけるなんて、想像力がなさすぎるのかしら。まあな、ただ飯塚事件と違いこの石川被告の事故については、遺族と示談が成立している。それって、遺族は納得したのかしら。どうだろうな。そのあたりはわからない。ただ被害者の男性は37歳だ。もし家族がいれば家族の生活も突然暗転しただろう。子供さんがいればなおさらだ。それにどんなに加害者を責めても失われた命は戻らない。それは裁判で戦っても同じことだ。現実的に保険会社との示談をするのは、通常のことではあるな。でも、自分はミスをしてないって言ってる人と示談をするのは、腹立たしいと思うんだけど。確かにな。だが感情に任せて裁判をしても、二次被害に遭う場合もある。二次被害？ああ。池袋暴走事故で被害者遺族が受けた誹謗中傷もそうだが、保険会社との裁判も、相当の負担になる場合が多い。どういうこと？まず今回の石川被告の事故、少なくとも自賠責保険は入っているだろう。そうなると死亡保険金として、3000万円は支払われると推測される。そして次に任意保険の適用だ。これは石川被告が入っていたか、ということになるが。入っていたのかしら？おそらくはな。そうすると逸失利益などの計算をして、保険会社が被害者と交渉することになる。石川被告が直接交渉するんじゃないの？基本的に今は、保険会社が対応をすることがほとんどだ。加害者と被害者が会うことで、トラブルになる可能性もあるからな。まあそうよね。私が被害者の遺族になったら、冷静に対応なんてできないわよ。ああ。だがここでの対応について、様々な問題が指摘されている。問題？ああ。保険会社は当然営利企業だ。支払う保険金は少ない方がいい。そこで提示する金額が計算より少ない、また事故の原因や責任を、被害者にもあるような言動が見られたりするそうだ。うわぁ。それは、当然遺族はショックも大きいし、専門家である、いや専門家だと思っている保険会社の担当者が交渉してくると、言われるままサインしてしまう場合もあるだろう。また納得できない場合でも、交渉に長けた保険会社の担当者と素人が交渉するのは、相当にハードルが高いだろう。どうしたらいいの？こういう場合は弁護士に相談、依頼するしかない。ただこれも信頼できる弁護士を探したり、当然金銭的にコストもかかる。簡単じゃない。結果的に、遺族が不利益を被る場合が懸念されているんだ。そうか。それで裁判になっても。ああ、お金目当てだとかの誹謗中傷や、裁判で保険会社側から心ない言葉を浴びせられたり、といったことがあるそうだ。それは辛いわね。しかも腹立たしい話ね。どうしたらいいのかしら。保険会社の対応が悪い場合は、担当者によるものも多い。保険会社に担当者の変更を依頼したり、苦情について、損保 ADR センターという第三者機関を利用するのがいいかもな。あとは自分が加入している自動車保険の弁護士特約などを利用して、弁護士に依頼することなどだろうな。使えるかどうかは条件があるが。どちらにせよ結構めんどくさいわね。ショックの大きい遺族には、なかなか難しいんじゃないの？そうだな。だが保険金が支払われるだけマシかもしれない。支払われない場合とかあるの？ああ、もし加害者が任意保険に入っていなければ、被害者が死亡した場合、最大で自賠責保険の3000万円しか支払われない。任意保険って、みんな入ってるんじゃないの？任意保険の加入はある調査によると、10人に1人は非加入らしい。しかも過去には無免許、無車検、無保険で死亡事故を起こした人間もいる。まあ、そんな人間だから事故を起こしたとも言えるが、そんなことがあるなんて恐ろしいわね。でも今回の事故は示談が成立してるってことは。そうだな。石川被告は保険に入っていたんだろう。これは池袋暴走事故の飯塚被告も同様だ。それなのに民事裁判の結果が出たら、また誹謗中傷が池袋暴走事故の被害者遺族に届いたのね。なんでそんなことしちゃうのかしら。よくわかってないのにお年寄りに払わせる気かって、保険会社が払うのにね。バカじゃないの？まあな。だが霊夢、この世の中におかしい奴はいっぱいいるだろ。このチャンネルでよく見てきたじゃないか。いやまあそうだけど。で、この石川被告、結局車に欠陥があるって主張まだしてるの？おっとかなり脱線したな。そうなんだ。
刑事事件としては確定したが、この石川被告、いや石川氏は民事裁判を起こしている。民事裁判？ああ。その内容はやはり、暴走は車の欠陥が原因だとするものだ。そしてこのことをもって、トヨタ自動車と販売会社に慰謝料など、合計5000万円の損害賠償を求めて、東京地裁に提訴したんだ。自動車メーカーを訴えたの？そうだ。ちなみにこの民事裁判では、2023年9月21日に第1回目の口頭弁論が開かれている。この中でトヨタ側は、請求棄却を求めたんだ。いやいやいや。刑事事件で有罪なのに、それは無理じゃない？まあ、確かに有罪になった中での民事訴訟、これは相当厳しいと思うが。ただ、石川氏側に根拠がないわけじゃないようなんだ。どういうこと？根拠って何？実は石川氏は映像分析の専門家に、事故時の防犯カメラの画像分析を依頼している。その分析は、刑事事件の裁判時にも提出されたものの採用されなかったんだが、その主張としては映像で、石川氏の足が車の外に出ているため、アクセルを踏み続けることができない、というものだったんだ。ってことはつまり、アクセルを踏み続けられないから、踏み間違いじゃない。ってこと？そういうことだ。ちなみにこの映像は、日刊現代の YouTube で見ることができるぜ。どれどれ？ってこれ？よくわかんないわね。これが足、落下物って言われても。ねえ？私が素人だからかしら？プロはこれでわかるのかしら？まあ弁護側、つまり石川氏側が提出した証拠だからな。石川氏に有利な解釈は当然だろうが。俺にも正直よくわからん。どこがどうしてどうなってるのか。視聴者のみんなはどう思うか、ぜひ教えてほしい。いや、この画像どうなってんのかしら。これ、どういう人がやったの？立命館大学名誉教授だ。この教授は警察にも協力する画像解析指導員で、警察、検察、裁判所、弁護士の依頼で、今までに500件以上の画像鑑定を行い、公判での証言も40回を超えるプロ中のプロだ。そんな人がやったの？すごい人なのね。詳しくは日刊現代がこの件を取り上げているから、一読してみてほしいんだが、今後この裁判がどのようになるのか、非常に気になるぜ。もし車に欠陥があったら、大変なことよね。そうだな。ただ車には、その時の操作を記録する ADR というシステムがある。そのシステムでは石川氏の主張を否定している。ただ石川氏側は ADR のデータの信用性についても否定しており、このあたりも今後争点になる可能性がある。現代の車は電子機器の塊でもある。人間が作ったものだけに誤作動が絶対にない。とは言えないからな。そうね。でも、そのための安全装置が必要なんじゃないかしら。こういった事故、誰もが不幸になるからなくなってほしいわね。そうだな。今は自動ブレーキや、運転を補助するシステムも開発されている。事故防止の観点からも、さらに技術の進歩、安全システム搭載車の増加が望ましい。ただ、やはり最後に運転するのは人間だ。今回の事故も、ギアをパーキングに入れていれば起きなかった可能性が高い。そもそも車を完全に停車させていれば、事故はなかったかもしれない。事故の被害者に、上級国民も平民も関係ないものね。霊夢。いい加減上級国民から離れろ。そんな国民はいないぞ。嘘だ。私は騙されないわよ。しょうがない奴だな。まあいい、頑張って上級な国民を目指してくれ。そのためにはまず、礼儀作法だぞ。なるほどね。品格を身につけるところから上級国民への道が始まるのね。マリサにしてはいいこと言うじゃない。若干引っかかるが。まあ、霊夢がおとなしくなるならいいか。さあ、いつでも私に教えなさい。教わってあげるわ。上級国民見習いの霊夢様がね。どこから目線なんだよ。みんなの隣にも、ありもしない虚言に踊らされる、霊夢みたいな隣人がいるかもしれない。何言ってるの？上級国民はあります。みんなも上品な上級な人間を目指して、人格を磨くのよ。どんだけ偉そうなんだ。それじゃ、次回会うまでみんなの無事を祈ってるぞ。そうね。平民の無事を祈るのも、上級国民の責務ね。ノーブラオブラートだっけ？ノーブレスオブリージュだ。それじゃ次回もみんな、俺たちの隣人として、ゆっくりしていってね。